ってどのような走りを見せてくれるのか非常に楽しみであります。山野選手といえば全日本ジムカーナで、チャンピオンをですねもう長いこと守り続けているですね方ですから、当然ですねマシンコントロールは、日本一と言えるですね実力を持っているわけで、その山野選手がこの BRZ をどのように動かすのか皆さんも見ていただければと思います。おそらくですね車ってこんな動きするのっていうぐらいのですね、ことになるんじゃないかなと思いますので、楽しみにしていただければというふうに思います。ちょうど今GT ドライバーのお二人とですね握手をしてこれからですね走り始めるということです。お、いきなりなんか皆さんの方に向かっていきましたけれども、さあまずは会場の皆さんにご挨拶というところですね。そして車をちょっと温めて、ウォームアップして、この後走行するということになります。お、始まりました。皆さんご覧になってください。すごい、おお、マジでギリギリです。壁沿いをですねギリギリを山野選手 BRZ をですねまるで手足のように操って走らせております。しかも皆さん先ほどステージでご覧になったと思いますけれども、山野選手足を怪我している状態です。にもかかわらずですねこのマシンコントロールさすがとしか言いようがないですね。おー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 、すごい、かなりスライドしてます。素晴らしい。皆さん車ってこんな風に動くんですね。すごいですね、もうその場でくるくると片手で手が上がっています。手が上がっています。皆さん手振っていただければと思います。うわー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 、すごい、もうガードレールギリギリのところでやってますからね、すごいですよね。さすが山野選手。こちらでも皆さんギリギリのところで手を挙げて、はい、皆さんも手を振ってください。こんな狭いところでこんなくるくる回れるっていうのもちょっと、井口選手どうですかこれ。めっちゃうめもう GT ドライバーがめっちゃうまいというぐらいのですね、いやすごい、カメラにもちゃんと目線を送っております。こら2人がですね今出ていきました。おー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 、 GT ドライバーの2人はですねバイロンにして山田選手走っております。すごい、コウタさんがちょっとこう動いてますけれど、2人の感覚がどんどん狭まってきて、おー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 、素晴らしい、一緒に回ってます。ドライバーの2人も一緒に回ってます。ほっとギリギリですねこれ。はい、拍手。さあ山野選手お疲れ様でした。あ、ありがとうございます。松葉杖がないんですけれども、山野選手ですね左足怪我されてる状態でこんなに激しい走りが、まあ大丈夫です、いつもやってるんで。ちょっとパイロンになった2人にもですね感想を聞いてみたいと思うんですけれども、井口選手どうでしたか。やっちゃダメ、危ない危ない。なんか甲田選手は逃げながらやってたみたいですけれども、いや足踏まれて今ちょうど松葉杖が松葉杖は甲田さんのために持ってきた松葉杖だったんですねはい、山野選手これは今車はですねほとんどノーマルと変わらない状態ですよね。そうですね、車検にそのまま通る仕様になってます。 BRZ 市販車のままプラス、タイヤホイール、あと少しだけサスペンションとかブレーキとか変えてあるだけですね。だからそもそもスポーティーな性能を持ってるっていう車になってますね。皆さん腕があれば普通の車でもここまでできると
ということです。というわけでですね、あの山野選手とご協力いただいた GT ドライバーの佐々木選手と井口選手に拍手をお送りください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、じゃあですね、ちょっとあの皆さんですね、ここをまたあの使いますので、下がっていただいて、お二人大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、ちゃんとフォローしてるんですね。さすが仲良し。さあ、ありがとうございます。今ですね、山野選手が、お、何かやり始めたぞ。山野選手がありがとうして帰ると、皆さんにありがとうが言いたいと。皆さん見てください、半身を乗り出してですね、山野選手ご挨拶しております。ありがとうございます。すごいテクニック。お、お、やるなぁ。さすが見せる男、山野哲也。やります。すごい。足が痛いと言っていますけれども、さあ向こうでございます。ありがとうございます。この辺りはですね、何気なくやってますけれども、ドアを開けながらですね、片足だけでですね、片足片手で車を支えて走ってるというのもちょっと技ですね。山野選手ならではの技だと思います。はい、山野選手ありがとうございます。早く帰ってきてください。さあ、山野選手がですね、こちらに入ったらですね、ほい、おお、さすが、これでバックで入れるというすごいですね。車庫入れ名人ですね。はい。